はい、どうも、竹明です。ちょっとだけね、熱があるって感じなんですよね。まあ、全然元気やねんけど、よくカメラマンしてくれるタマちゃんがね、インフルエンザやったんですよ。それの可能性もある。インフルエンザ治ってから翔さんがどうすけどね。いや、タマ菌が映ってるやろ。それ菌倒れたりとかすんな。ということで、本日は、最近忙しかったから、のんびりね、美味しいものを食べに行こうと思って、僕一番好きなのが、お寿司なんですよ。その、お寿司の自動販売機が、聞こえにあるみたいなんですよ。そちらに行ってみようと思います。寿司の自販機ってすごくない？いや、今までいろんな自販機行ってきましたよ。でもさすがにその生物の自販機って、さすがに無理やろと思ってたんですよ。滋賀県の彦根にあるみたいなんで、こちらの寿司自販機を購入して食べていきたいと思います。やっていきましょう。はい、というわけで今から彦根まで大体2時間ぐらいかけて向かっていきたいと思います。行くぞー。めちゃめちゃ車多いな。これ今ゴールデンウィークなんすよ。だからゴールデンウィークでさ、大丈夫かな。2時間で作って書いてるけど大丈夫。彦根って言ったら彦ニャンとかおるとこやんな。彦ニャンくまモンぐらい。彦ニャンくまモンはもうトップレベル。そうやな、あの辺トップやんな。ことができるわけでございます。ワクワクするよな、まだ。これマスクつけた時の歌い手感。めっちゃ歌ってそうに見えんもんな。いや、まあ割と歌ってんねんけどな。最近ちょっと結構忙しかったんですよ。だからね、全く同じ症状、マイキもね、ちょっと風邪ひいてるんですよ。だから本マイキと一緒に来る予定やったんですけど、家で寝てると思います。今回すごい優しいのが、その結構遠いんです。2時間、片道2時間ぐらいかかるんで、あらかじめ電話して確認したら今売り切れてると。ああ、そうなんですかって言ってきて、じゃあもう一回折り返しかかってきて、あの、補充しときますって言われて、本当にね、なんかこの優しさを感じるというか、なんかすごいほっこりしたんで。うわ、もう彦根の看板見えたね。はい、というわけで彦根に着いたぞー。あともう5分ぐらいで着くみたいなんですよね。ちょうどいい感じで腹も減ってきた。あー、喉風邪なんかな。なんかすげえ喉がピリピリする。うん、That's my cue。 1、2、せーね。あ、これっぽい。これあった、ありました。これ、あー、じゃあちょっと近くの駐車場止めましょうか。はい。じゃあこの傘。トトロみたいになってんだよ。どれ？あった。これ。あった。800円。うわ、思ってた、お寿司のセットとかじゃなくて船寿司なんや。まあでも寿司は寿司か。ここねって船寿司有名なのかな。有名っす。あ、有名なんや。じゃあ早速買っていきましょう。えい。どんな感じ？おお、見てください。卒業証書みたいなさ。ちょっとこれ後で食べましょう。見て、これもちょっと、なんやろうね、彦根にちなんだものが出てくるのかな。ただの水。はい、というわけで船寿司自販機の中に入っていたのがこちらのお茶入りなんですね。お茶とこちら、こんな感じ。船寿司ってそもそもどんなの。琵琶湖で取れるニゴロブナを塩漬けにした後、炊いたご飯を重ねて漬け自然発酵させた、魚の保存方法の一つとして伝えられたものです。で、俺食ったことないねんな、船寿司って。いただきます。あ、結構薄いんや。うん、あ、酸っぱ。僕魚大好きなんで、全然美味しい。いける。なんか臭いみたいな感じ、なんか癖になるって感じなんかな。そうですね、多分食っていってたら。いつでも買えるからね。24時間ですよ、売り切れてなかったら。いや、独特やんな。好き嫌い分かれると思う。だから、お酒の当てとかでもいいんかもしれない。なるほどなるほど、焼酎とかと合いそうやんね。うん、俺焼酎飲まれへんけど。はい、というわけで今回はですね、彦根にある日本で一つしかないんかな、寿司自販機、まあ、いわゆる船寿司自販機に行って食べていきました。彦根名物っていうこともあってね、まあ、船寿司なんかなと思って、とても、美味しかったです。皆さんもね、ぜひ、彦根に立ち寄った際には、こちらの船寿司自販機に行って、ぜひ買ってみてください。はい、というわけでありがとうございました。じゃあ、今から2時間かけてまた帰りますか。ちょっと体調悪いですよね。まあ。雨の中長距離運転で余計悪くなりますよ。